大陸ヨーロッパの一大陸ヨーロッパとは、ヨーロッパのうち、アイスランド、アイルランド、イギリスなど島国を除く、諸国である、ヨーロッパ大陸諸国を指す。欧州本土、本土、欧州や単に大陸とも称する。イギリスはその政治、経済、社会が、いずれも、大陸ヨーロッパ諸国とは乖離している。イギリスと似通った性質を持つのは、アメリカ合衆国やカナダ、 オーストラリアニュージーランドなど多くはイギリスの植民地であった国または地域である。国際比較にはまとめてアングロサクソン諸国としてヨーロッパとは別物として扱われる。大陸欧州の特徴は政治的には保守主義政党と社会民主主義政党が交互に政権につくことが多く、またに大政党制ではなく急進派、穏健派を含めた 左右両派と中道の多くの政党が支持を分け合う、穏健な多党制、または文局的多党制であることが多い。この結果連立政権となることも多い。経済的には上記のような政治傾向から今後経済の傾向が強い。さらに政治学や公共政策学などの分野では、イギリスと同時に北欧諸国を除外することもある。地政学でいう大陸国家とは別の考え方に、 基づくが大部分が重なっていることも確かである。ありがとうございます。